ルホープが白でしたっけ。ジングルホープは白、うん、ここはバック、うん、かな。クロスベースしかないように見えない。もっとありそうに見えますね。ああ、バンカー。バンカーで、バンカーショットが見れる。そうだな。左が嫌だから。いやあ、すごい。お、いいとこ見えてます。ああ今ちょっとなんかスイングがすごい速くなっちゃいましたね。めっちゃ手前ですね。めっちゃ手前。あ、鈴が。お、いいだ。お、パター。あ、でもパターでいけそうです。パター。上がるかな。ナイスアウトです。ナイスアウトです、うん、目玉。いや、惜しい、惜しい、惜しい。打てるホールが少ない、うん、今のところ。あ、こう結構距離長いですね。はい、つながしまで250。すごいなぁ。ということはつながしに打って大丈夫、うん、ここ向きづらいですね。向きづらそうな。なんか左向いてるんでしょ、これ。右。右側だ。いや、いや、なんか、うん、これは、なんて言ったらいい、向いてるんですけど、こうなってるんで、コースが。なんか引っ掛けやすそうな。うん。おお。こっちか。ミニット。焦った。大きく。若干、若干つま先上がりなんですよ。なるほど。嫌だな。はい。はい。バッチリですね。あかんわ。何が起こりました、何が起こりました。あ、大丈夫です。え、全然傾斜で落ちてきました。あ、どうだろう、止まっちゃったかな。でもた何起こったんですか今。なんで関西弁になったんですか。いや、完全にこういった。あ、ちょっと手元に来ましたね。これ左に打っちゃいけない感じで、この傾斜はきついな。バンカーに入ってもいいぐらいな感じで。おお、かっこいい、ナイス、完璧。
はい、バーディーチャンスですか。いや根元っすよ。そんなにフルショットしないわけじゃないですか、うんうん、ってことは例えばこっちに打つとかになるといやもうボール低い球しか打てないですし、うん、こっちに出すんだったら、うん、まあ何番でもいいんですけどちょっと左足下がりなんで、うん、球があまりにもロフトがついてるクラブだと、うん、球が上がんなくて、うん、あの思ってるところに出なかったりするんで、はい、もうあそこに出すだったら、まあ、アプローチとかでもいいかなっていう気はします、うん、ピッチング持ってきます。あ、いいんじゃない。嫌なところに足が行って気があるんですよ。もうちょい右向いていいですけどね、ギリギリのとこに行きましょう、せっかくなんで、うん、はい、うん、OK です。 OKOKOK、 安心した。いいとこ行きました。うまく出た。怖い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 って。おー、ナイス。めっちゃ綺麗に当たりましたね。おー、ナイス。スリーができた。素晴らしい。あー、よかったよ。今めっちゃ綺麗に当たりましたね。うまく当たりました。嬉しい。ちょっと今、一個聞いていいですか。はい、ゴルフ始めた時から、はい、やっぱ飛んでましたか。あ、飛んでたと思いますね。わ、すごい。なんかそもそも、うん、なんか、うん、ゴルフをやらせた父が、まあ、あ、きっかけなんですけど、はいはい、すごいやらせたかったみたいで、はい、でなんかすごいこう初めの方アイアンずっと打ってて、はい、やっとドライバーを打っていいって許可が下りた時に、はい、初めてこうドライバー打って、はい、その時でも180ヤードぐらいで、それって小学生ですか。中学校1年生の頃ですね。そっからどんどん飛ぶようになって下手だけどドライバーだけは飛ぶみたいな。すごい、最初からポテンシャルがあったんですね。飛んでたみたいです。だからこれはすげえってなったらしいです。お父さんもびっくり。そうそれがきっかけでなんかゴルフをするみたいな、はい、そうなんですね。素晴らしい。なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっと左だったらもうすぐじゃないですか。はい、あ、本当だ。ここに来ちゃったら、わ、すごい、これはすごい。そのリボットから、うん、すごい、そのピッチマークからワンバウンドしてスーッと来て、ここラインに来ましたよ、うん、外すことはないと思いますが先します。ナイスバーディーです。ありがとうございます。さっきのホールを挽回。挽回。みんなホッとしてますよ。はい。やったー。これは嬉しい。わーって言われるよ。すごくなんですよね。めっちゃいい感じ。これこのパーはでかいですよ。でかい。ここからの素晴らしいですね。ありがとうございます。パーです。これまたなんか打ちづらいですね。さっきだから隣に来てたじゃないですか。はい、まあ、右に打ちやすいんですね、きっと。まあ右に狙い取りたいですもんね、ここだと。まあ右セーフっぽいね。右行ってもいいぐらいのつもりで。おー、行きましたね。素敵ですよ。ドローならではですね、あそこに打ち出せるのは。なかなかあそこには打ち出せないですよね、怖くて。かなり勇気のいる。距離的にはここまで行かないか、うん、奥のバンカー狙いでいいですね。ち
吹き流しまで184。あ、じゃあちょうどバンカーでいいですね、うん、おお、ちょっと突っ込んじゃったけど大丈夫です。あ、OKOKOK。 うん、やべ。始めたのは小学生からですか？ですね、ちょうど中学校に上がる直前ぐらいですね、うん、はいはい、から始めて、始めてお父様のきっかけで、そうですね、中学校3年間、うん、まあ、やって で中学校2年生の時に、うん、はい、まあ、その初めて仙台に行って、うんうんうん、あの今の和田師匠と、はい、まあ、出会ったんですけど、はい、まあ、それもあって東北高校に進学したいっていうふうになって、はい、で、それでプロ目指す、まあ、両親が東北高校に行きたいなら、うん、そのちゃんと明確な目標を立てないとダメだと、うん、はい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 、いうのになって、うん、まあ、中学校3年の時に、うん、じゃあ高校卒業したらプロになりますって、うん、プロテストを受けて合格しますっていう目標を立てるから行かせてくださいっていう感じで、じゃあ、まあ、それからプロを目指すようになりましたね、うん、なるほど、中途半端に行かせたくないという両親の思いが、そうですよね、あ、はい、だからそっから京都から、じゃあその仙台、そうです、そうです、仙台に初めては、はい、なるほど、わかりました、はい、そうですね、お、ナイスショット。まっすぐ。うん、完璧です。奥のバンカー狙いですね。あ、そうなんだ。おお。でも。おー、ナイスやべー、ちょっとドロップした分、うん、ラッキーでしたね、ナイスやべー、ちょっと左向いてますね、怖い、はい、お、向いてたとこですね、ナイスショットですよ、ます、あそこに向いてました、ありがとうございます、ちょっといいね、113、いや悩みますね、ピッチングで距離を、おー、止まりそうなボール、どうだ、結構なんか止まってそうな距離が、あー、届いて届いて、もうちょい、届いて、もうちょい、読んだ方が良かったですね、はい、ナイスパー、今ね、カップの際通ってるんですけどね、あ、こういうのがあります、入れると思ったんですよ、入れなかった、入れなかった、じゃあ京都から仙台までわざわざ、はい、あ、高校で、はい、東北高校に入学し、はい、どんな学校生活だったんですか？まあでもスポーツコースだったんで、まあ、要は部活動に所属してる子たちが入ってる
高校で、うん、あのクラスで野球、サッカー、陸上、うん、女子柔道部、うん、ゴルフ部だったかな。そうアスリートな高校ですね。そうですね、だからもう本当に男性まあ男子がクラスの割合が多かったんですよ、はい、女子はもう本当に7人ぐらいしかいなかったんですけど、え、1クラス大体何人ぐらいですか。1クラス30人ちょっといったと思うんですけど、うん、ほぼだ本当に。そう、ほぼ男子で2クラスだったんで、うーん、うん、まあだから自然と男っぽくなりますよね。ちょっと今のこの段階で高島さんのこうちょっと姉ごっぺが出てるかちょっとどうかまあ分かんないですけど、年下に感じないんですよ。あすごいよく言われますけど、すごいしっかりしてる。でも3番目なんですよ。うん、3番目実は兄弟の、うん、いや、じゃあ末っ子ってことですか。4人兄弟で3番目なんで、うん、結構甘えたがりなんですけど。ギャップ女の子の友達にもなんかしっかりしてるって言われますか。あんまり。あーでもどうですかね、どういうキャラクターどうなんだろう。同世代ってか、うん、同級生とか、うん、同い年ぐらいの人たちは、うん、結局私がしっかりしてそうでしっかりしてないのを知ってるんで、うん、はい、だから結構なんか普通に接してくれますけど、はい、下になると、うん、下年下になるとやっぱちょっと怖いのか、うん、初めちょっと馴染むのに時間がかかりますよね、うん、あそうなんですか、はい、でもあんまりなんかこう人見知りな感じはないですよね。あ、人見知りはしないですね、うん、はい、それすごい感じました。すごい気さくなんですそうです、すごい気さく。関西人なんでやっぱり、あ、そうか、喋るの大好きというか、うん、なんか無言でいるのがちょっとこう苦手というか、喋ってくれ、はい、そうなんです。